ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパン2023ステージ3新潟ジャパンのファイナルを迎えています。後藤智也選手対浅田誠吾選手の一戦。後藤智也選手は昨年のランキングが7位、浅田誠吾選手は昨年のランキングが2位という選手になっています。通算優勝回数、後藤選手はこれまで4回、そして浅田選手は3回。後藤選手は今シーズンステージ1の香川で優勝を果たしています。浅田選手は昨年のステージ5京都以来の優勝を目指すこのファイナルということになっています。過去の対戦成績は後藤智也選手と浅田誠吾選手1回対戦がありまして、その際は後藤選手が勝利をしているという状況ですね。今コークを終えて701、後藤選手の先行でスタートします。ジャパンの決勝です。一投ブルからは外した後藤選手。浅田選手も二投ブルに入れてきました。さあ勝利を手にするのはどちらになるんでしょうか。このジャパンのファイナルです。ハットトリック決めてきました。グリーンザブラック、いやどんどん入り始めますね。そうですね、やっぱ最初はねちょっと硬くなりがちなんで2人とも1本ずつ外してますけど、もうこのぐらいまで来たらおそらくもう外さないことでしょう。精度も高まってきました。ただねこの点数だけ1本外れたところの点数だけ見ると後藤選手の方が若干ラッキーかなっていう月があるかなみたいな感じですけど、これで後藤選手がハットトリック出すと134残りなのでブルブルダブルっていうフィニッシュが見えるんですよね。いやでもまあこれフィニッシュ圏内ですからね、大丈夫ですね。これ浅田選手がハットトリックで149残りですよね。そうなんです、ここがあんまり変わらないというか、はい、後藤選手ブル20トリプルと19トリプルでいいんですけど、ブルトリプルトリプルっていうフィニッシュですよね、うん、浅田選手も149はブルトリプルトリプルのフィニッシュなんですよね。さあ来ました19トリプル、20トリプルから少し左の斜め下に入ってしまいました。ちょっと持ちすぎた感ありますね。さあブル17トリプル16トリプルかブル19トリプル14トリプルか、19シングル、さあこれ10トリプルじゃないですか、ね、ナイスですね。トリプル残り50点としました。さあこれで後藤選手は5ブルだと思いますね。5のトリプルに入っても20ダブルが残るんでね、5いくと思いますよ。その5のダブルちょっとふかしちゃいましたね、まあでも15トリプルのフィニッシュよく見ますからね。15シングル15ダブルフィニッシュです。セーフとかそうですねまさに、はい、ああいうところもしっかり落ち着いてますよね。そうですね、予期せぬことっていうのが起こりがちですからね、その予期せぬことが起きたときに落ち着いてしっかりいつも通りにできるかどうかというのはかなり勝つ上では重要なことですよね。しっかりとその自らのプレーカバーして、まずはファーストレグ奪っていきました、はい、後藤選手キープしました。セカンドレグクリケット2マークス、ラッキーですね。これは浅田選手はちょっとアンラッキーですよね。さあ後藤選手これで1本目から20が狙えますね。浅田選手は2マークスとなってきました。20オープン、5マークス、ちょっと本人的には足りないでしょうね、うん、
これ浅田選手が19トリプル2本入るとすぐ点数上回られちゃいますからね。もう20締めるんじゃないですか。20をクローズ。なんかね、相手が1本目から20で加点できるような状態で渡すっていうのはちょっとやっぱ危険ですよね。18番通りオープン、19クローズ、ナイス、セブンマークスとなりました後藤選手。さあ18クローズトライきます。あ、ナイストライ。18はシングルとなりましたがナイストライです。さあこれで18からですね。18トリプルいきましたね。17クローズ。いや、あのクローズと1本がなしっかり入るもんな。そうですね。16オープン加点します。ナイス。18クローズ。いや、来ましたね。さあここでもまあ15トリプル15シングルでも点数上回るんで、16トライ、16クロストライまで行くと思いますよ。おお、一投外してしまった。はい、来ました、ね。16クロス。いや、もう流れを決めてたんだと思いますね。さあ、これで後藤選手にグル4本のチャンスが回ってきましたね。後藤選手勝利をつかめるか。これブル4本のチャンスですね。これ1本目インナー欲しいですよね。そうですね。さあプレッシャーのかかる場面、ファーストレグは後藤選手がキープをしています。インナーブル、おっと、もう1本インナーブルがあるか。さあカウント数見てますね。うわあ、すげえ、決めた。なんだよその2本目の演出は。本当一投外した後のインナーブル。いや、まあ演出ではないですけどね。勝負強さを見せました後藤選手、ブレイクです。いや、すごいですね。はい、ナイスです。これ一旦落ち着きたいですよね。本当すぐ次のレグ行けなくてね。さあしっかり落ち着いて一度息を、そうですね、2度ふーっと吐きました。このファーストスローが大事です。ブレイクした直後のファーストスロー。20シングル。さあここをしっかりキープしないとフルレグまで行く可能性がすごく高くなりますよね。あっと外しました。さあさっきは浅田選手がね2本スタートしたんですけど、今回は後藤選手が2本スタートですね。さあここは許してくれないんじゃないですか。20オープン、そしてトリプル、ナイス、セブンマークス。さすが、このベテランの感じがすごいですね。20オープン、プッシュしていく、ナイス、ユーフロー。やっぱね、こう上に行けば行くほどなんですかね、よくわからないんですけど、やっぱ負けても早めに20クローズ行きますよね。はい、ね、そうですね、うん。さあこれで18と19の点数の取り合いみたいな構図ができてきましたよね。ここでこうトリプルを外すとすぐにやられちゃいますよね。トリプル2本、ナイス。18シングル。そうなんです。この最後のトリプル外すとやっぱりやられちゃうんですよね。これ1本、トリプル1本で点数は回られますからね。1投外しました。ナイスカバーですね。追いついていきたい。19トリプル、2投連続。18はシングルでした。トリプルで勝っていきます。来ました、ね。18にもナイスカバーですね。ナイスカバーですね。お互いね、クローズの1本が決まらないですね。そうですね。
でももう後藤選手ね18、2本入ってますからね。そう、これもう一回トリプル入れば、まあ、シングルでもいいですね。ナイス。これで浅田選手は17、4本で点数は回りますからね。トリプル入ればトライするんじゃないですか。19トライ。トライはシングル。ナイストライですね。これでちょっと命拾いしましたね、はい、ここからまた19と17で点数の取り合いみたいな感じになりますね、はい、19トリプル17そのね、分かりますよ、その1本がね、はい、17のその最後のクローズの1本が入るとだいぶ違ったんですけど、ね、そしてこの後、うん、トリプルで加点されていきます。もう1本ですね、これはうん、さあこれで19と17のこう点差っていうのが1本につき2点あるんですよ。 で後藤選手19トリプルいっぱい入れてますからね、トリプル1本で6点差生まれるんですよね。その点差によってこの後藤選手が若干有利になっている。その選手がトリプル2本入れても点数が上回らないようになってしまっているっていう状態です。浅田選手、ね、19本当はどっかで締めたいんでしょうけどね、なかなかこう勝負するところがここしかないですね。19、うん、上手。そうなんですけどね、これがまたね15でその後藤選手がトリプルシングルもしくはシングルトリプルと入れるとまた点数上回られてしまうんで、はい、まあ、16をクロストライされそうなんですよね、ここね。15オープン。さあここ大事な16のクローズトライですよ。今まで外してますからね。16クローズ、ここしっかり入れるな。ナインマークス決めてきました、後藤選手。2マークス。さあこうブル3本出ましたね。そうですね。勝利での優勝まで、さあ優勝してスーパー GT になれるか。ブルリンされます。さあナイス、決めてきた。インナーブルで決めた後藤選手、決勝の舞台は鮮やかストレート勝利となりました。今シーズン自身2度目の優勝ということになりました。後藤智也選手、見事優勝を果たしました。ジャパンの優勝は後藤智也プロです。おめでとうございます。それでは優勝いたしました後藤智也プロに今の気持ちを一言いただきたいと思います。はい、入ってます。今日は本当すごいメンタルに来る試合ばかりで、今日の優勝本当に嬉しいです。遅くまで応援ありがとうございます。ありがとう。先ほどメンタルに来る試合が多かったとお話してましたが、はいはい、まずこの決勝戦振り返ってみてどうだったでしょうか。そうですね、もう本当もう手の震えをとの戦いで本当気持ちで投げました。はい、そして今年間ランキング1位、はい、優勝でこのまま1位キープということで、はい、この強さの秘訣というのは何でしょうか。いやもう本当たらたらダーツが好きで本当にたくさんのスポンサーさんそしてもうファンの方に応援していただいて全力で頑張れてるだけなので本当にこのまま年間本当1位で終われるようにこれからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。今後も活躍期待しております。ありがとうございます。ジャパンステージ3新潟、ジャパンの優勝は後藤智也プロです。今一度大きな拍手を。